飛んできます。ですから今のうちに濡れてはいけないもの、濡れないようにしまっておいてください。そして青いシート近くの茶色いシートにお座りの皆さん、その席も水が飛んできます。ですから今のうちに皆さんも濡れてはいけないもの、濡れないようにしまっておいてください。もう一度行く。皆さんは長旅で疲れている、疲れを吹き飛ばす歓迎会をしようじゃないか。それでは皆さん、よろしく。
そっちの皆さんの声を聞かせてくれ。仙台市長、
してな。行く。俺たちは仕事に戻ろう。マーク、未来に頼むぞ。未来の地球、環境破壊による温暖化はついに北極と南極の氷を全て溶かし尽くし、あらゆる陸地は水で覆われ、海の底深く横たわっている。ここはウォーターワールド。人類はいくつもの水上要塞を築き、生き延びるために日夜戦っている。彼らの願いは本物の乾いた土地、ドライランドを探し出し、そこに移住すること。しかし悪の帝王ディーコンの率いる凶暴な侵略者たち、スモーカーズが誰よりも早くドライランドを発見し、支配しようと企んでいる。ディーコンに立ち向かえる者は誰もいなかった。あの男が現れるまでは。どこにいるんだ？それやれ、これやれ。
あそこだ。おい、あいつ俺様のボールを取ったぞ。おいおい、やめとこうか。ここにいる奴らが必要になることがあるかもしれん。おい、しまっとけ。で、何だった？ああ、思い出した。下がれ。哀れな子供たちよ、魂をなくした民たちよ、ある情報がこの俺様に伝えられた。誰かが道を知っていると。行き先はドライランド。そうだ諸君、ドライランドだ。我々は道路を敷き、車を走らせる。上質な土地を整備し、優雅に歩き回る。そして18番ホールには俺様の記念碑を建設するのだ。ストップと、お茶しか言うんですない。マリーナモネ、はい、ゲートを閉めておけ。マリナ、あの半分魚のお前の連れか。この俺の目をえぐり出した野郎だ。女を話してやる。どうだ、聞いてない。そうか、俺様と対決したいのか。いいだろう、ゲームをしよう。女を見合ったろう。お前たち何か捉えたか。この男です。土を持ってました。ああ土か。生き方を知りたいだろう、ドライランド。さあゲーム開始だ。最初に話してくれた奴が生き残る。どうだ。了解。これは知らない。誰言うな。そうかい、ゲームはお前の勝ちで生き残りだ。そしてお前の負けが決まったな。さあ、いつを落とせ。やめろ。するな。おう、バード、俺様がやれっつったらやるんだ。
俺様の飛行機に当たっちまったじゃねえか。おいマリナ、嘘だろ、こんなもんか。まだ遊ぼうぜ。ウォーターワールドのキャストです。